ね。ずっとそうなんですよね。22年もこう来たんだけど、でここが要するにね、その例のね、ヤードっていう、ヤードなんですね、この中でその車の解体やってるらしいんだよね。そういう場所です。でここら一帯ずっとそうなんですよ。これが俗に言うヤードって言うんですよね。ヤードって言うんですよ。こっちもね、この先が八街なんですけどね、この坂が八街になりますけど、こういう感じですね。結構ここもね、危ないんですよ。道路もね、ほら、カーブでね、カーブカーブで、カーブカーブ、ブラインドカーブですよ。ねえ。輸出業なんだよね。してるわけね、こういう車がいっぱいあるんですよ。ね、動く交通量多いですよ、これ。で、これずーっとカーブになってるからね、かなり怖いところです。かなり怖いところですよ、これ。ヤードつけてね、危ねえよ、怖いよ、怖い怖い怖い。すごいねこれ。
分大使やって、つまり肉牛牧場、肉お肉売ってる。そうです。こっちは周りもずっと見てる。電線で言うものだね、これ以上入れない。怖いですよ、ちょっと。ちょっと怖いですよ。22号なんですけど、ここ桜とですね、ここはまだ桜なんだけど、この先が八幡ですよ。境あたりですね、という感じなんですよ。これは22号線でずっと行ってるんだけど、この辺はもうこういう、まあ資材置き場って言うんだけど、資材置き場とかそういうところが広いですね。まあ土地は空いてるんだけど、空いてるというか、なんていうかな、こういう機材センターとかこういうものが多いですね、こういうところが。こういう場所なんだ。